こんな感じでいいね、焼き目がつくんですよ。あとで好きなだけ追いパルテもできますから。ということですね、今回はですね、コラボ動画でございます。これ知ってますか皆さん、パルテノギリシャヨーグルト、パルテノとのコラボなんです。コラボということでちょっと食べさせていただいたんですけど、めちゃくちゃうまかったですね。これね、美味しいヨーグルトなんですけども、ちょっとこれで美味しい料理を作ってくれないかっていうことでですね、これ食べた瞬間にこのレシピが浮かびました。ビーフストロガノフです。ビーフストロガノフっていろいろね、作り方あるんですよ。今回はトマトベースの、皆さんに馴染みが深い、ビーフストロガノフですね。洋食屋さんにあるようなやつです。大体ね、サワークリームっていうのを入れるんですよね。なんですけど、サワークリームってなかなかスーパーに置いてなかったりとかするんですけども、このギリシャヨーグルトのパルテノはですね、サワークリームと非常にね、味が似てるんですね。パルテノの、すごく濃厚なこのコクのある深みを使って至高のビーフストロガノフを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、じゃあ材料紹介いきたいと思います。ビーフストロガノフですので、ビーフですね、今回ビーフ使ってるんですけども、豚バラ肉とかでも全然大丈夫です。そうするとポークストロガノフになりますね。でも全然大丈夫です。今回はビーフストロガノフなんで、牛肉を使っていきます。はい、 300g ですね。あと玉ねぎ1つ、 250g ぐらいかな。具材でキノコですね。でこれマッシュルームでもいいんですけども、今回手に入りやすいね、舞茸を使っていきます。 100g になります。これはお好きなキノコでもいいです。エリンギでもいいですし、キノコ類は全て大体合いますんで、今回は舞茸を使っていきます。はい、マッシュルームとかしめじとかでも大丈夫です。はい、ケチャップ、ウスターソース、バター、コンソメ、お砂糖、黒胡椒、はい、ニンニクですね、おろして風味付けに使います。はい、一番重要なのがこちらのギリシャヨーグルト、パルテノですね。こちらを、たっぷりと使っていきます。ということでですね、今回、このパルテノとのね、コラボということで、パルテノとコラボする上で何が一番重要かというとですね、やっぱりね、素材の味を確かめることだと思います。はい、このパルテノってそのまま食べてもすごくコクがあって美味しいんですけども、私がちょっと提唱するパルテノの使い方、蜂蜜とかでもうまいんです。でも僕の見つけたちょっと、食べ方をしていきたいと思います。グラスあるじゃないですか。グラスに大さじ2、まあ3ぐらい入れちゃっていいですかね。3入れます。これね、牛乳少しずつね入れてくださいね。でこうやって溶かしていく。パルテノラッシーっていうんですよ。これね、めっちゃうまいっす。蜂蜜とかでもいいですよ。お砂糖もね、大体大さじ1杯ぐらいかな。これもう甘いのが好きな方ももっと入れちゃっていいですよ。混ぜてね、氷とラム酒です。これ、ね、最高にちょっといただきたいと思います。はい、ラム酒はね、お好みで入れてくださいね。これね、めっちゃうまい。ほんと飲みすぎチーズ、生クリーム入れたぐらい濃厚なんですよ。めちゃくちゃうまいよこれ。お酒が苦手な方はそのままラッシュとして飲むのか。めっちゃうまい。これパルテノラムラッシュを飲みながらやっていきたいと思います。材料切っていきたいと思います。玉ねぎですね。はい、炒め物ということで、大体ね、皆さんね、こうやって繊維に沿って切ったりもするんですけども、今回は繊維に逆らって切ります。その方がですね、切断することによって、玉ねぎの、ね、水がね、よく出るようになりますので、こんな感じですね。はい、こんな感じね、繊維をに逆らってスライスしていただくと、よりね、玉ねぎの水分がね、炒めることによって凝縮されて、うまみが深まります。はい、パルテノに会えたことが一番の収穫だったね。今回もっと早く教えてほしかった。これめっちゃ料理に使えるこれ。舞茸はこのままほぐしていただければ大丈夫です。はい、投入するときにほぐしていきましょう。ニンニクは後ですりおろして入れるので、皮だけね、薄皮だけ剥いといてください。なんとね、下ごしらえこれだけ、あとは、炒めていくだけなんですね。で今回ね、ルーを使わないんですよ。はい、ルーを使わない、結構ね、本格的なビーフストロガノフ、洋食屋さんで出てくるようなストロガノフですので、まずはバターでですね、玉ねぎをね、炒めていくんですね。でバター溶かしたら、さっきの大量の玉ねぎをね、玉ねぎはやっぱり、味の根幹になりますんで、ちょっと丁寧にやっていきます。でここにお塩をね、入れていきます。玉ねぎを炒める時のコツなんですけども、お塩したのは
浸透圧で、また水分が出てくるからですね、早く、より早く炒まります。広げて、焼いていくように炒めると、早く飴色になりますね。飴色になることによって香りも増しますし、甘みも凝縮されます。今ちょっと温めてる間に、今回は細切れなんでもう切れてます。で、もし大きかったら皆さん切ってくださいね、これね。で、ここに下味をつけていきます。塩コショウね、これまあ適量振ってください。薄力粉ね、大さじ2半これ絡めます。そうすることにより牛肉、柔らかく仕上がりますし、ついた、コーティングされた小麦粉が溶けてるんですね。ルーの代わりになります。こんな感じですね。これね、玉ねぎ炒めるのと同時進行です。もし心配な方はあらかじめやっておいていただいても大丈夫です。動かさずに、炒めてこう返すと、ほらこんな感じでいいね、焼き目がつくんですよ。これをね、全体にこの焼き目をつけていくのがポイントでございます。そしてこの香ばしい玉ねぎの香りを嗅ぎながら、パルゼロアッシュを飲んでいきます。これもうドリンク化した方がいいよ。あ、いいですね。結構ね、これぐらいのね、炒まり方になってきたら結構ね、いい感じ。もうちょっと焼きましょうか。火加減は終始僕は強火でやってるんですけども、心配な方は中火とかで、じっくりやってください。この焼き目が全体につきましたね。もうこの感じで大丈夫です。はい、玉ねぎを寄せて、これはもうちょっとね、広げつつ焼いていくといいですね。全体をこうほぐしながら炒めていきます。牛肉がちょっとまとまってるんで、ちょっとほぐしながらやってください。今度舞茸ね、こうやってほぐして入れればいいんでね。舞茸加わることによって舞茸のこうなんていうの、コリッとした食感も入りますし、キノコの旨味が加わります。舞茸もね、結構ね美味しいです。これ舞茸も軽く炒めていただいて、でこうしたら、まあ、今回ねルーを使わない、ストロガーフになりますんで、味の根幹ケチャップね、はい、大さじ6杯なんですけども、これがね、結構肝です。はい、今回はトマトタイプのビーフストロガナフで、洋食屋さんで作るようなものなので、ウスターソースね、大さじ2杯も入れていきます。このケチャップとこのウスターソースを煮詰めてですね、ルーの、根幹を作っていくんですけども、よーく炒めてください。これ一番重要です。このままだとソースとケチャップの酸味がすごい立っちゃうんですけども、炒めていくことによってこの酸味が飛んでですね、甘みとコクと旨味が残るんですね。でこれ非常に重要です。このケチャップの酸味が、酸っぱい香りがね、ここに当たってるんですけども、これは酸味が飛んでる証拠でございます。どれぐらい炒めたらいいのかっていうと、酸っぱい香りがね、ちょっとね穏やかになってくるんですよね。ケチャップの汁気が なくなって全体的に茶色くなったら OK ですね。端が焦げつくぐらいまで、炒めたら OK です。まあ大体、3、4分炒めたかなっていうふうに思います。 280cc 入れていきます。で、コンソメ入れますね。沸かしてください。沸かせると、牛肉に絡まった小麦粉の効果でですね、すぐとろみがつくんですよ。沸いたらここでパルテノン。本来はこれね、サワークリームを入れてコクと、酸味をつけるんですけども、今回はね、パルテノンはね、ヨーグルトがすごく凝縮してあるんで、コクがすごいんですよ。だから煮込み料理に入れるとめちゃくちゃいいです。コクと爽やかな風味がつきます。これでここでパルテノン入れるんですよ。大さじ4杯のパルテノン、火弱めて大丈夫ですよ。普通のヨーグルトと違って濃密なんですよ。これもうほぼほぼクリームでしょ。これお砂糖ね、はい、お砂糖、あと仕上げのバターね、ちょっと油分入れます。はい、混ぜていく。パルテノのコクがね、このビーフストロガノフに乗り移ってめちゃんこうまくなります、ね、ここでおろしにんにく、はい、これでね、パンチが生まれますね。弱火でちょっと煮ていただいて、溶かし込んでいくんですね、このパルテノ。最後に黒胡椒入れて混ぜてね。パルテノ入れた後はね、グツグツ煮込まなくて大丈夫ですからね。はい、さっと溶け込ます感じですね。お皿に持ってきて、はい、それではですね、これ持っていくんですが、その前にですね、まだまだパルテノのターンですよ。好きなだけ入れてください。ここにほら、もうね、クリームのように立つんですよ、このパルテノっていうヨーグルト。このパルテノに塩を加えるんですよ。この塩パルテノ、めっちゃ万能ソースなんで、
大体これぐらいにね、一つまみか、まあ二つまみぐらいのお塩、これね、最高の調味料。このビーフストロガノフにちょい乗せしながら食べますよ。これがうまいのよ。お肉をとろっとしててね、最高の美味しい、凝縮したうまみでございます。で、ここにですよ、皆さん、ここちょんとね、あとで好きなだけ追いパルテができますから、はい、ここに仕上げにこうパセリを、かわいい。ということで、パルテノで作る至高のビーフストロガノフ完成でございます。それで出来まったので、いただきたいと思います。いただきます。パルテノが溶け込んだこのルーをね、まず一口。うまっ。この短時間でこんな味出ていいのっていうぐらいうまいですね。コクがやばい。煮詰めたケチャップがすごくいい味してるんですけども、そこに爽やかな風味とコクを超えてるくれるこのパルテノね、このルーだけでもすごく美味しい。しかしこの塩パルテノと同じところたっぷりすくって食べてみてください。天才だと思う。必ず追いパルテノしてください。めちゃくちゃうまいですよ。塩が入ってると非常にソースっぽくなって調和が良くなるんで、塩入れてください。生クリームをかけたような感じがねしてね、すごくうまい。ガンガン追いパルテノして食べてください。シェフを呼んでくれ、この感動を分かち合いたい。うわ、いただきます。あ、うまっ。本命だろ。哲也は普通のラッシュ飲んでもらってます。本当に飲むクリームみたいな。ああ、そんな感じの味。パルテノかかってないところ。かかってない。かかってないところ。いただきます。うまずい。30分よこれ。すげえ。ビーフストロガノフって、うん、大人になってから食ったような記憶があるけれど、うん、一番鮮明に思い出せるのは小学校の頃に食った給食の、うん、あ、給食に出てきた。出てきた。出てきた。洋食屋さんで出てくるのはこんな感じ。うん、塩が入ってちょっと、パルテノ、塩パルテノね。うまっ。パルテノある方がうまくない。おい、パルテノの効果やばいっしょ。いくらかけてもいい。いや、これ止まらない。なんでこんな合うのかわかんないでしょ。ヨーグルトよ。生クリームとか入れるレシピも結構あるんだけど、あのね、パルテノ一つでこと足りるんだよ。これ中にも入ってるのに外にかけてこう別で全部混ぜて食べることで、そうそうそう、なんか全然味わいが違うんだ、うん、パルテノの良さを 120% 出したと思う。ほんと今回自信ある。ラッシーと一緒に作ってほしい。ラッシー、ラッシーもマジうまいから、みんな買ってパルテノ。ラッシーだけでもやって、ラッシー混ぜるだけだから。ありがとうございます。ということで、今回のコラボ動画どうでしたでしょうか。ガチで自信あります。すっげー努力して、この味にたどり着いたんで、ぜひ作ってみてください。パルテノじゃないとできないです。